はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回はですね、お一方、とても素晴らしい方をご紹介したいというふうに思います。お名前がですね、萩原亜美さんという方です。職業はですね、プロの心理カウンセラーをされている方です。で萩原さんとはですね、あの2014年の10月に 初めてお知り合いになったんですけれども、まあ、それからですね、何度も何度も彼女の話を聞きながらですね、また私も実際話をしながらですね、直接2回ほどお会いしたことがある、とても信頼のできる方です。で、萩原さんはですね、まあ、これまで十数年にわたって、まあ 心理学の勉強を続けてですねなおかつご自身の心と延、まあ、べで数千人にわたるですね方の悩みっていうのを真摯に聞き続けてきた方ですで、まあ、ご自身にとっての夢が心理カウンセラーだったということなので、まあ、実際に夢を叶えた方でもあるわけですねで現在もその心理カウンセラー、まあ、転職ライフワークとして心理カウンセラーとして活躍されている方です で、まあ、彼女のクライアントさんの中にはですね、え、最初はすごくこう、まあ、暗い感じだったのに、まあ、萩原さんのカウンセリングを受ける中でですね、え、心からやりたいっていうことを見つけて、ね、好きなことが見つかってですね、まあ、仕事やお金の面はもちろんなんですけれども、人間関係っていうのも劇的に良くなったというような、まあ、喜びの、え、声っていうのを、ま、受け取っているような、まあ、そういう素晴らしいカウンセラーさんです。 なのでですね、あの、もしですね、あの、転職ライフワークを見つけたいとか、もしくはプロの心理カウンセラーになることに興味関心があるとかですね、もしくは実際自分の、まあ、誰にも言えないんだけれども、あの、実は悩みがあるので、えー、プロのカウンセラーに相談に乗ってほしいとか、えー、そういうことがあればですね、えー、ぜひ、まあ、彼女のですね、教材を読むとか、もしくは実際彼女の、えー カウンセリングを受けるとかっていうことをするとですねあなたの悩みが解消されですね夢願望に近づいていくというふうに思います。 個人的にですね、えー、この話をしている白坂は、いわゆる聞く力っていうのがほぼほぼゼロの人間でですね、まあ私自身は、まあどちらかといえば話す方の才能がある人間だと思っているんですけれども、まあそういう意味ではですね、萩原さんのその聞く力という才能というのはとても羨ましく思うんですけれども、まあそこはですね、まあ役割分担という感じだと思うんですよね。話す人もいれば、 聞ける人もいるということで ですね、もしあ,のあなたがですね、えー、誰にも言えない悩みがあるとかもしくはその実現したい夢願望について、まあ、相談に乗ってほしいということであればですね、まあ、彼女の日々の情報発信もしくは彼女は一つ教材も出してるんですけれどもどうやったら転職ライフワークのを見つけていくことができるかっていう教材も出てるんですけれども、まあ、その教材を読んでいただいたりもしくはですねもう実際彼女のカウンセリングを受ける中でですねあ,あなたの悩みを解消して夢が っていうのを実際私もですね彼女とは何回も話をしてますし実際に会ったこともある方なのでとても信頼できる方なので心理カウンセラーとしてはですねとてもおすすめしたいというふうに思います。 はい。ということで、今回はですね、萩原亜美さんをご紹介させていただきました。もし、何らかですね、あなたと萩原さんのご縁にお役に立てたなら嬉しいです。はい。それでは、今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それでは、また。